おはようございます。今日は新宿朝9時、今から看板を付け替える予定なんですよね、あそこ。でも今日は雨。その後次に打ち合わせに行きます、渋谷。はい、では今日の本日の1本ですね、クロスアイ、ジャポニスムとかそういったところのメガネです。グロスさん、白のこういうメガネっていうのはどんな形でもシャープに決まります。はい、クロスアイ、いいですね。いいですね、かっこいい。あら、まあすごいね。すごいっす、ありがとうございます。看板が錆びちゃうんで新しい看板に鉄です。錆びるじゃない、木なんで。ちょっとどんどん、これは上にでも置こうかな。実は初めて降りました、駒場灯台前。灯台なんですね、ここはね。今から打ち合わせなんだ、逆かな。駒場灯台前、そう、ゆっくりと徐々に、うん、かわいい。撮ってる。大丈夫ですか、映像。全然大丈夫です。これ T シャツとシャツいただきました。です。おお、かわいいですね。うん、いいな。おお、これもかわいいね、絶対。これ買ってこう。ここだ、カフェ。林道にカフェか。うちの板橋でもできるな、こういうところに突然カフェ。行ってみよう。渋谷まで歩いてます。渋谷まで歩けたあの静かさってすごいな。あと家賃も。いつも通りの渋谷。